作家の大下英二先生です。今年も大下先生大変お世話になりました、はい。今日はクリスマスの夜です。はい、メリークリスマス。メリークリスマスですね、うん。先生にとって2021年はどんな1年でしたか？うん、でも動乱期ですね。動乱期、はい。私は菅さんが、はい、長く続くと思っていました、はいはい。で突然我が広島の岸田さんが、はい、なんとひっくり返しちゃって、はい、こんだけね、はっきり戦いにあれだけのんびりした人と、おっとりした人と思ったのが、はい、急に手帳を青い手帳を振り出して、なんか私は全部過去のことをつって闘争本能むき出しになっちゃって、はい、あら人はね、あの変わるね、彼は昔の彼ならずってことはある、はい、私は菅さんがこういう変身するとは思ってなかったから、はい、お勝負に出たなと思ってます、うん、はい。だけどもう一つ、この政権は初め出た時に大姑小姑政権だなと。その大姑小姑は、はい、安倍さんと麻生さんが大姑、はい、小姑はあまり、はい、大変だなと思った、ね。まあ、あまりはまた途中で消えましたけど、そういう面で言うと今後も、ね、その大姑たちの目線の中で戦わなきゃいけない。萎縮しちゃダメなの思ったら、なんとなく思った以上にしたたかに動いてる。このしたたかさが続くのかな、はい、ね。それに対して今度安倍さんの苛立ちが募るのかな、募るのかな。この、ね、じゃあ二階さんたちはもうこのままおとなしく、二階や菅さんは引っ込んでるのかな思ったら、どっこい、はい、この間あったら、うん、二階さんが今大石蔵之介の昼寝の時間さ、今に見てなってニコッとされた。さあ三すくみ四すくみ、今後ね、安倍さんがね、どんだけ岸田さんを確かにね、封じるか、しかし封じられてなるものかという岸田さんがどう戦うのか、それを麻生さんはどういう目線で見てるのか、はい、二階さん菅さんね、森山さん、このグループは合体する、石破さんの流れの人も来るでしょう。これはどっこい、これから大勝負だと。さあ年明けには何が起こるか、蛇が出るのか、イノシシが出るのか。来年は寅年です。虎も出る、はい。さあね、そういう面で言うと面白いと言ったら面白い、物書きにとってみればね、うん。さあどうなるか。虎っていうと、うん、あの維新が衆院選で躍進して、そう、維新の方、まさに阪神タイガースのね、維新の方を今度出します、はい。だけど私は思ってるんだよ、維新はやっぱりね、大阪だけど全国にちょっとしんどいなと、うん。今度私は小池さんの方も書いてるんだけど、はい、小池 B 期でもあるんですよ、はい、ね。で小池さんたち、あんたたちは東京じゃ行くけど関西じゃ受けへんなとなると、はい、さあどうなるか。来年参院選一緒にくっついた方がいい、はい、くっついてくる。でくっつくにしてはね、私は埼玉の上田知事にも興味あるから、はい、ね、名古屋の河村にも興味あるから、はい、全部ね、首長選挙、はい、ね、首長選挙で戦った男たち、まあ男の女性もだけど、はい、それも間に入れて、うん、ね、維新ね、東京の小池ね、であとは市長連合みたいな、うん、そういうものがくっつくとまた太い線になるかもからん、うん。特にコロナ禍は首長が信頼される時代がね、そうそう、この2年続いてますよね、うん。だからね、このね、この面白さ、はい、さあ来年はね、はい、さあ野党のおねり、ね、自民党の中での、はい、ね、大蛇と、はい、虎と、ね、いろんなものが出てきて戦いが起こる、この様を私はね、あの書きたいと思ってますから、どうぞご期待しておいてください。そういえば明日ね、あの今その維新ももう虎視眈々と来年の参院選に向けて、また東京で1議席そして躍進をしようと狙ってるけれど、実は小池百合子都知事が今週動き出して、今あの岸田さんの懐刀木原官房副長官の
地元で東久留米市長選というのをやってるんですね。あ、そうなんですか。明日、なんと小池百合子さんが、なんと木原さんの地元に入ります。マイクを握って、最終日の。そうそう、まあ、小池さんもコロナでいろいろあったけど、まだ一勝負、二勝負、ね、あの、頑張ってほしいですね。で、クリスマスイブはね、メドラ。そう、玉木さんと荒木さんで、今日は東久留米入って、明日は小池さんが入って、そうそう、これからはまたあの維新を箱根の関所にあの越えさせてなるものかっていうところで小池百合子さんが動き出しました、だからなるものかじゃなくて、維新と手を組めばいいの、なるほど、そうせんとその小池さんが全国区になれないの、ね、維新も全国区に言ってるけど、やっぱり全国区とは言えないの、だから両方東京と大阪来ればいいの、でその、まあ、龍馬役とまで言わないけど、その意味で私も動きます。おお、そうなんですね。頑張りましょう。で、まあ、あとは物書きとして、はい、さっきのね、自民党のね、いろいろね、安倍、麻生、ね、二階、菅、とっこい、ね、そういう連中のうごめき、戦い、ね、それに興味を持ってます。やっぱり大下先生の話を聞いてると、あの一瞬ね、この政治家は、まあ、ちょっと政局的には負けたのかな、敗れたのかな、終わったのかなと思う人も、どっこいネタ振り緊張るっていうかね、中心ぐらいやってて ね、大石蔵之介ですなんてかっこいいですね。もう、まあ、見とれと、紀ノ国屋文左衛門みたいです。そうそう、面白い、大勝負にかかる、ね、それはね、でもね、政治家っていうものは、ね、もうそのようにね、乱が起これば起こるほど、ね、艶を呼ぶんです。で、そしてやっぱり大物政治家っていうのは、今戦いの時じゃないって時は平気で兵糧で老上できるのね。 そうそれがすごいですね。昼寝もできるのです。昼寝もできる、昼寝もできるのも芸当ですね。そうです。あの動かないこともやっぱり戦い、しかし動かない時にはね、すなわち動いてるんです、金丸信がいつも言うね、政治とは叩いているようで撫でている、撫でているようで叩いている、はい、だからね、この人この動き、まあ永田町のね、永田町の政治がなんだかんだで言うけど、野党が言うけど、永田町は永田町で戦って、永田町の勝者になるしか天下取れないんですから、はい、ね、綺麗事なんか言ってる暇ないです、今岸田政権になりました。大下先生もやはり広島出身で、やはりあの本当に先生はお父様を原爆で、本当に子供の時に亡くされて、まあ、そういったもう広島に対して、平和に対してって思い出ありますが、岸田さんもまた大変な思い入れを持っていて、まあ、アメリカの大統領で初めて広島の土地を踏んだのはオバマなんですね。だけど、まあ、それで、あんまりそんなことは、我々はまだまだ軽い、でね、今岸田さんが参院選がらいにありますが、今ものすごくやってるのが何かというと沖縄なんですね。来年実は参院選もあるんですけど、自民党は参院選の最激戦区というのを沖縄と長野と照準を合わせて、野党も長野強いですからね。で、沖縄は来年沖縄県知事選や年明けすぐは名護市長選もあります。だから沖縄をとにかく取ろうと動き始めてますが、そう、ね、まあ、沖縄もね、デニーさんももっと頑張らんとの、はい、逆にな、そう、オール沖縄もね、そう、唯一こう野党がね頑張ってるとこ、今の野党なかなかちょっと低迷してますけど、枝野さんも、退陣し新体制になりましたけど、今の野党に対してはどんなメッセージが。不満です。不満、私は言いたいんですよ、はい、ね、立憲だって、はい、立憲をに政権を取らせたいと思ったんじゃなくて、小池さんのね、一言で、はい、ね、逆に砲丸兵器みたいな形で出た、はい、でそこにそれを錯覚したのが間違いです、はい、これはまだまだ政権を取るための戦いをしないと、はい、自分たちがね、その道場で始めてきた、ね、だけどもっとさ、やっぱり国をどうしてやっていくのかっていうことをもっと強い、
権力闘争への強い意志がないと、うん、ちょっと私は優しすぎると思う、うん、野党が食い破るって食い破らなきゃいけないのよ、うん、自民党以上に、うん、だけど私から言うと理屈ばっかり言って、うん、もっともっとあるいはもっと地盤を固めないと、地盤固めなきゃ共産党のに手伝ってもらうしかなくなるじゃない、はい、地盤自分たちが、ね、血を流してもいいからな、あの地元もあれあるいは人間関係を持てと、それ言いたいです。野党について本当に不満です。野党がダメだってからダメだから日本もダメなんですよ。はい、じゃあすごく厳しい野党に対してのメッセージですが、はい、でもそれは大下先生なりの愛情の裏返しですよね。いや、それはずっと私野党を応援してましたから、はい、長い間だけど長い間応援してるうちに なんて情けない野党がと思ってます。来年は、うん、あのまあ、どんな1年というか大下先生 の、うん、あの最新の著作、今どんなのを執筆されてますか、うん、SBI の、まあ、いや、維新の本書いてます、はい、で参議院前にはいやさっき言った与党の、はい、ね、いろいろなこうね、はい、うん、いろんな連中が動き、はい、絡みしてる戦いを書きます。書きます、うん、あとは経済のだと SBI の本を、本を上下にさせて、はい、今も1月の末に出ます、はい、経済界は経済界で荒れてる、荒れながらね、経済界の方が魅力あったりする、もっと自民党の中にも魅力ある人間が出てほしいですね、はい、なんか魅力ある政治家、魅力ってどんなところから、いや、戦いながら愛情十二分に、本当の意味で、ね、イデオロギーという意味じゃなくて、はい、国を愛するって。わかりました。じゃあ大下先生、また来年もどうぞよろしくお願いいたします。良、はいはい、年をお過ごしください、はい、ありがとうございました、はい、大下英二先生でした。メリークリスマス。